何かありますか、今日の試合について。もう試合の流れ、最初は入り良かったんですけど、もう一つのミスで失点してしまって、流れを持っていけなかったことはもう自分の責任なんで、そこはもう反省して、次の試合チャンスを与えていただいてもらったら、そこは結果で恩返しできるように僕は頑張っていきたいと思います。僕は、まあ、5分ぐらい出れたんですけど、次節からもっと長く出れるように、頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。